美です。今日は日の出町方面に来てます。口コミが良くって定評のあるカレー屋さんがあると聞いたので、今日はそのカレー屋さんに向かいたいと思います。かなり人気で並ぶらしいんですけど、菊屋カリーに到着しました。日の出町の駅から5分ぐらいです。40分並んでやっと入店できました。カレーでもいろいろ種類がありますが、今日はハンバーグカレーにしようかと思います。テーブルに福神漬けとらっきょうがありました。ハンバーグカリー1200円です。ライスは大中小で選べるようになってます。スープカレーの味はどんな感じでしょうか。スープをいただきたいと思います。思ったよりも飲みやすいスープになってます。スリランカ風のカレーらしいんですけど、和風な感じがしますね。じゃがいもは素揚げしたものが入っているそうです。メインのハンバーグをいただきたいと思います。めちゃめちゃ熱そうですが、いただきたいと思います。めっちゃジューシーで美味しいです。こちらのスープは2日間煮込んでるスープで、コクがあって美味しいので、並んででも食べたいカレーになってます。ごちそうさまでした。日の出町駅から歩いて桜木町まで移動してきたので、今日はすごい煮干しラーメンに来ました。前回は醤油スープだったので、今日は塩を注文してみたいと思います。今日は金欠になってしまったので、5缶セットだとちょっと高いので、鉄火たくあん巻きのセットで塩ラーメンのハーフにしました。鉄火たくあん巻きの塩のハーフラーメン1150円です。塩も美味しそうですね。スープはどんな感じでしょうか。かなりスープの温度が高いです。スープをいただきます。めっちゃ熱いんですけど、塩がね、かなり美味しいですね。前回は醤油ラーメンを注文したんですけど、個人的には塩の方がめちゃめちゃ美味しいです。この鉄火たくあん巻きって思ったよりもボリュームがありました。釣り金の名物の太い平打ち麺をいただきたいと思います。ズルズル麺になってて癖になります。スープはしょっぱうまなので、太い麺でも絡んで美味しいです。通常の麺の方も少し太めになってます。麺をいただきたいと思います。どっちの麺もコシがあってめちゃめちゃ美味しいです。さっ
ぱりしてそうなチャーシューをいただきたいと思います。噛み応えがあって噛めば味の出るチャーシューになってました。それにしてもこの塩のスープがこんなに美味しいのが意外でした。鉄火たくあん巻きも太麺みたいにご飯が詰まってるのでお腹にたまりました。次回も塩ラーメンを注文したいと思います。ごちそうさまでした。この日はどうしてもソフトクリームが食べたくなったんですけど、以前から気になっていたソフトクリームを食べに行きたいと思います。お散歩がてらお店に向かいたいと思います。ランドマーク方面に来たんですけど、こちらのお店が気になってたんですが、モカソフトっていうのが気になってたんですけど、お店の中に小さいベンチがあって2人ぐらいは座れるんですけど、なかなかお席が開かなかったので断念しました。ソフトクリーム欲が止まらずまた視聴者に戻ってきたんですけど、なんとソフトクリームのポスターがありました。ハヤシライスも美味しそうですが、今日はソフトクリーム狙いでいきたいと思います。シフォンケーキにはミニソフトが付いているそうです。こちらのブック&カフェはまるさんは隣に本屋さんがあって、購入しなくても本が読めるようになってます。オーダーしに来たんですけど、なんと前菜ソフトクリームがあったのでこちらにしてしまいました。前菜ソフトクリーム520円でした。ソフトクリームをいただきたいと思います。あ、めっちゃミルク濃くて美味しいです。さすが北海道のソフトクリームは違いますね。他のお客さんはハヤシカレーを食べてる方が多かったですね。前菜も美味しかったんですけど、このソフトクリームが異常に美味しかったので、普通のソフトクリームを注文すればよかったかなと思いました。次回来るときはハヤシライスとソフトクリームを注文したいと思います。Thank you.